エスター忘れてました。解説しよう。嫁の両親を連れたハワイ旅行なんだが、申請を忘れていて突如行けなくなった。そんなカズさんが受けた心のダメージは大きい。どうすれば心は癒されるのか。そんなわけで阿部ちゃん、やっぱ阿部のハルカスでちょっと心をね、リフレッシュさせましょう。レッツゴーレッツゴー。はい、チケット入手でございます。1枚1500円さあ、今からね、あれで上に登りますよ。それは綺麗な遊び込みにご注意ください。おー、すごい。わー、見てみて。わー、すごい。わー、すごい。ほら、エリちゃん。わー、すごい。癒される。高いなー。ほら、あれだよ、あれ。はい、あれ、意外には意外、通天閣ね、もっとでっかいイメージあったけど、ここでっかいんじゃんね。で、そんで、あの奥に見えるのが多分大阪城。まずは一つしこりが取れたような気がします。次は難波へ。横から取って、うん、行けますように。いいか、いいか。シュール、シュールやろ。映った、映ってるよ。厳しい。あ、いい感じ。コテコテではございますが、串カツ。もうやけくそだ、やけくそだ、やけくそだ。はい、乾杯。あー、うまそう。早速いただこう、ちょっと。なまずは値段高そうなエビからいこうかな、僕。うまっ。てれん、どて焼き。結構どて焼きうまいな。さて、傷を癒すには大阪だったらもうここしかないでしょう。ここならもう言えます。笑ってきます、笑ってきます。はい、終わりました。すごい、全てを癒してくれました。皆さんも悩んだらね、行くといいです。これはあの、繋がりました、エスター。そして申請登録してちゃんとチケット入手しました。はあ、これでね、とりあえず嫁さんの両親に連れていくことができるみたいでございます。しかも、今取ったらね、運のいいことにオーバーブッキングの関係でビジネスになりました。たまにこういうことあるって聞きましたけども、よかった。とりあえずはね、両親と一緒に、楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。では今日は本日はこんなところで、またね、バイバイ。